ップイアップデートイブニングを聞きの皆様、大川春奈さん、こんばんは。どうもスーパービバです。こんばんは、福岡の渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの杉です。ドラムの亮です。よろしくお願いします。本日でこのコーナーの担当させていただきまして3日目でも3日目だ。なんとね、一昨日も昨日もそして本日もなんか明日も喋れるという、とっても嬉しいですね。ありがとうございます。我々スーパービバは本日でございます。本日の7月7日に、一番新しいシングル名前を呼ぶよリリースしました。ありがとうございます。とっても嬉しいですね。すリリース日の心境についてお話しください、うん、ということでございますけど、上杉、はいはい、さんいかがですか。いやでもリリース日ってもう毎回とっても嬉しいですよ ね。でなんかやっぱそのね、こう僕たちはもっと前から作品が手元に、変な話あるわけで それがちゃんとね、こう届いてからやっと本当にその作品が意味をなすってことを考えると本当に特別な日だなって毎回思うんですけど、うん、我々スーパーエヴァ、まあスーパーエヴァに限らずこう音楽を作るものとしても、うん、レコーディングしてからパッケージングされて、お店に並んでから並んでまでが完成ではなくて、聞いていただいて、その人が何を思うかっていうところで何かこう一個の完成なのかなと思いますので、はい、ぜひこう聞いていただいて、聞いていただいた方の中に染み込むというのが、はい、我々にとっての完成かなと思いますので、ぜひ我々の楽曲聴いていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。そしてですね、楽曲のこともお話しさせていただいたんですけども、はいはい、10月からですねアリーナツアーが決定してるということで、すごいですよ。我々史上最大キャパシティのですね、はいはい、3都市6公演のアリーナツアーということでございます。すごいですね。スーパービバ愛のラクダスペシャル愛の大砲2夜連続と銘打ちましてですね、2晩ずつ、はい、名古屋、大阪、東京で、ライブさせていただくということで、はい、嬉しいですね。ありがたいですね。藤原さん、はい、どんな心境でござる。アリーナツアーに向けてね、どんな心境でございますか。いや、あのこのスーパービバーまさかさ、アリーナツアーをさ、2夜連続でやっちゃうなんて、すごいよね。うん、すごいよな。そう思う、あのシンプルにそう思いますよ、私も、うん、でシンプルに楽しみだから、ね、すごいね、いいライブやれってもちろんだけど、うん、あの楽しんでやりたいなって、うん、もちろんね、我々もオンステージ出するからには我々も楽しまないと、ね、音楽じゃないなと思ってますので、我々もステージの上で楽しめますし、見てくださる方ももちろんそれ以上に楽しんでいただこうかなという、そういう気概でございます、はい、よろしくお願いしま す。福井県の近くではですね、10月の9日そして10日ですね、土曜日と日曜日でございます。愛知県の日本ハイシホールでございます。そして10月の20日21日こちらは水曜日と木曜日となっております。大阪城ホールで2日間ずつと、ね、はい、11月にあります埼玉スーパーアリーナの2日間に来ていただいても構わないんだよ、うん、構わないですよ、構わないんだよ、構わないから嬉しいんだよ、はい、ということで、それでは改めまして本日7月7日に、発売になりました新しいシングル名前呼ぶよからですね、本日は七夕ということもですね、名前呼ぶよという曲2日間かけさせていただいたんですけども、うん、今日はですね、そのカップリングの東京流星群という曲を聴いていただきたいと思います、はい、以上スーパービーバーでした。また明日お会いしましょう。バイバイ、バイバイ、バイバイ。